やったるで。静かに行かなあかんね。ソフトウィン。ソフト。ヘルメットはいらない。いらないいらない。そうなの。怒られそうやな。これタイト。こうか。静かやな。音だ。音やばいですね。このキーが。頑張ります。この静けさがほんまお腹痛を招いてる。壁やな。壁ですね。ロックンロールやね。戻りの速さが半端ないですね。いやそれはロックでしょ。ロックでいきます。もうやりましょう。このここまで来たらもう全然行くしかないですわ。すぐ帰ります。やったー。夏ぶりに汗かいた。スケートボード楽しい。まあこれを見てるみんなは雑誌で見るんちゃう？ブログでは見せませんよ。あ、そっか、ブログ迷うな。すぐ出したいタイプやからこれ。いや出さないでしょ。ここでめっちゃスケボー練習してたもん、中学校の時。わここね、裏道、隠し裏道はね、ここ降りていくとショートカットできる。知らんすね。あの青い、あれ、はい、マンションでしょ。はいはい、あれ、僕の住んでたもん。向こう、あれ、D と。あれ、カメラちょっと向けてよ。あれ、映らないですよ。D とで。で、はい、これこれ、新田南小学校。ああ、母校やってきました。イエーイ。ふるさとです。ここがあったから今の俺があるっていう話。で、ここをダウンヒルで降りていくわけよ。後輩、後輩。後輩、いっぱい後輩。後輩いっぱいおる、後輩。ここが俺たちの青春の山やってん。こんなマンションなくて。開発は進んでおります。で、ここに池があんねん。はい。ここ池ない？ないっすよ。うーわ、なくなってる。梅田出られてますよ。そう、ザリガニはめっちゃだぜ。そんな感じのここが大阪北摂地方豊中の上新4丁目、まあここにもスポットはいっぱい書かれてるわけよ。これをまず右に増えてますよ。ガソリンな、車止まるで。いけるっしょ。いけます。上でヤモリ探してますけど。ヤモリ、あ、ちょっとスケボーしてて撮影してるんです。もうすぐ撮影終わったら帰るんで。無断でそんなせんといて。あ、すいません。あの、車傷つけたりするとかね、やっぱり。そうですね。うん、いかんことやから。申し訳ない、ね、もうすぐ帰りますわ。うん、片付けでお願いします。はい、うん、あと何分ぐらい。あと5分ぐらいで。うん、悪いな。まあそれで、すぐちょっとお願いしますわ。はい、はい。
あの車に。いい感じ。そうなんですよ。ありがとうございました。難しいわな。あ、シャマのアングル渋いね。拡大できんの。撮影してするんであればそれなりの手続きしていただいたらいろんなとこいっぱいあるからね、はい、協力ができるよ。あ、本当ですか。それだったらこうね、車向けてもうちょっとそれするようにしてあげられるし、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ご迷惑かけて。あの、いいもん見せていただきました。ありがとうございます。頑張ってください。名前何ですか。僕は橋本です。橋本さん、はい、プロスケーター、はい、スケボー20年ぐらいやってます。あ、そうなの。すごいね。最後1回だけやったら帰るんで。もう。いや、なんで言わなあかんの。うん、そんなん。いや、言えへん。もう帰るから。代表者の方だけお名前と住所と教えて。すみません、帰ります。